オープントランスポートは、アップルが、ユニックスシステム V のストリームズを実装したものの、名称。それまでのマクチッピーを置き換えた。オープントランスポートは、メンタットポータブルストリームズという実装に、基づいており、TCP、IP とシリアル通信を制御する。さらに、アップルはこれにアップルトークの実装も追加した。オープントランスポートは1995年5月。 パワーマック9500で最初に採用された。システム7.5にに含まれ、PCI ベースのパワー、Mac の新製品向けにリリースされたが、その後古いハードウェアでも利用可能となった。PCI ベースの新しい Mac では、Mac チッピーがサポートされていなかったが、古いシステムでは、Mac チッピーとオープントランスポートを ネットワークソフトウェアセレクターで切り替え可能になっていた。マクチッピーにはない機能として複数の設定を切り替えて使用可能だった。オープントランスポートの評価は様々である。高速性と拡張性を評価する者も,もいたが、初期のオープントランスポートの TCP、IP 実装はバグが多く不評を買った。また、C 向けに設計された API が、 問題にされることもあった。オープントランスポートのアーキテクチャは、様々なプロトコルスタックを容易に追加できるのが特徴だが、TCP、IP があらゆる通信で使われるようになるにつれ、オーバースペックで複雑すぎる点が問題となっていった。このため、オープントランスポートは MacOS への移行時に捨てられることになった。 MacOS ではより一般的なソケットが使われている。オープントランスポートはクラシック環境で古いアプリケーションを使う際に限定的に使われている。ありがとうございます。